皆さんおはようございます、丹道です。今回も朝早くから鉄火の作業をするため草加農園の畑の方に来ています。品種や地域にもよるんですが、鉄火は6月から9月にかけて行われるもので、基本的には傷がついていたり小さかったり、収穫の時期まで残っていたとしても商品価値が低いだろうなという実を優先的に落としていく作業になります。でも今回はちょっと変わった鉄火の方法を試してみるということなので紹介をしたいと思います。これがですね、みかんの木の半面は全部実を残して、もう半面は実を全部摘果するという方法になります。片面交互、結実栽培法というらしいんですが、みかんを実らせる場所を毎年交互に変えることになります。なので来年は今落としている面から収穫して反対側を摘果することになります。この方法で毎年収穫量が安定したという事例もあって、それ以外にも摘果の作業にかかる時間が短縮できるということから今年から試してみるそうです。木の上から下まで中の方にも実があるので残さず取っていきます。摘果が終わった木の下はこんな感じに。今は実も青いんで分かりづらいですけど、収穫の時期になると実も色づいてきてこんな感じになるのかな。貧乏ちゃまみたい。どんな見た目になるのか興味があるので、収穫の時はねまた紹介したいと思います。こんな感じで本日の作業は終了。今日もね本当に暑かった。お腹も減ったんで帰りにどこかでがっつりお昼と行きましょう。